はい、どうも皆さん、こんにちは、ぼっくんです。今回ですね、デトロイトビカムヒューマンパート6実況プレイやっていきたいと思います。おっと。何やってんだ、ハンク。警部補と和解する。いやー、マジで、開始早々噛んじゃったわ。もう調子悪いわ、今日。今日調子悪いなぁ。それチキン食べたいなぁ、チキン。すごい話飛ぶけど。さあ、和解しますか。それで前回、給料1週間分すられたの覚えてるか。おい、今回は違うって。俺が 100% 保証してやるよ。間違いねぇ。スキャン。もう勝手にスキャンしていくと。デトロイト食品衛生認可。認可執行2031年5月20日。更新却下2031年7月24日。さあ、この人調べます。ペドロ・アブダール。2005年1月25日。無職。犯罪歴違法賭博詐欺。わかった、乗るよ。よし、来た。なあ、後悔させねえって。大丈夫か、ハンク。たく何なんだ。人の言うこと聞きやしない。金魚の糞みてえに檻についてくんな。昨日の謝罪パートナー和解。事実の検証。まあ、謝罪から入れてきますか。和解したいから。署での私の行動についてお詫びしたかったんです。あんなことを言うつもりでは。おいおい、お前ごますり謝罪プログラムまでついてんのかよ。最近のサイバーライフってのは気が利くねえ。まあでも印象良くなったかね。青になっちゃったから。赤だったら良くないよね。スキャン何でも見れるな。ハンク見るか。今さらハンク見ていく。まあ今更ハンク見たところだよな。突然我に返るっていう。見れないんだけど左手。あ、右手か。この人からしたら。ステイン・ゲイリー・ケイズ。1988年12月3日、事業主。犯罪歴逮捕抵抗、衛生規定の違反。うん、一応あるんだ、犯罪歴。調べれねえわ。そいつ置いてくなよ。ああ、心配すんな。俺にべったりなんだ。べったりだよ、ほんと。なじゃねえよ。召し上がれ。友人に聞いてみるか。こんなことは言いたくないんですが、あなたのお友達は違法行為に手を染めているようです。あ、みんな生きるために必死なんだよ。迷惑かけてなきゃ別に。うん。食事代？食事代って何？押してみる？代金を払ってません。あ、ゲイリーはどっちだ？いろいろと口聞いてやってるんでな。うん。高速コナーについて。ハンクとアンドロイド変異体。高速聞いてみますか。今朝変異体を追っていたとき、なぜ渡るなと言ったんですか。そりゃ死んじまうからだろ。おい、備品破損の報告書を書くのはごめんだからな。うん。コナーについて。私について知りたいことはあるわけ。ああ、いや、ある。なんだ。なんでお前はそんな間抜けな見た目と声にぞると。嫌味かよ。ハンク嫌味か。私の声と。ハンク好きになったわ、一周回って。じゃあ失敗だな。失敗じゃねえよ。どっち聞こうかな。ハンクとアンドロイド聞きますか。なぜそんなにアンドロイドを嫌うんですか。いろいろ訳を見てね。ああ、じゃあ最後まで聞いていいんだ。変異体の情報を共有しておきましょう。そりゃ助かるね。どうぞ。
彼らは機体のソフトウェアに発現した何らかの変異に誘引され、人間の感情を模倣し始めるんです。分かる言葉で言ってくれ。実際には感情に警防犯なのに分かんないんだ。非合理的な指示に制圧されたことで予期せぬ行動を引き起こしているんです。感情ってのは厄介なもんさ。俺たちはそう違わないのかもな。前も変異体の操作を。うわぁ、数ヶ月前ある変異体が屋上で少女を人質に取ったんです。懐かしいな。少女は私が救った。まあどうせお前のことだから俺のこと調べ上げてんだろう。真実嘘、まあ真実だよね。あなたは学校を首席で卒業し、事件で名を挙げデトロイトで最年少の警部補に昇進した。うん、真実言った方がいい。絶対嘘はダメだ。あなたはここ数年の間に幾度も懲戒処分を受け、バーに入り浸るようになった。だから何だってんだ。うん、誠実に心に訴えかける。冷酷に誠実に言ってみます。問題を抱えている人との仕事はおそらく一筋縄ではいかないでしょう。ですが私は人間のランダムな行動に対処できます。うん、そうだね。今新しい事件の報告が入りました。このすぐ先です。マジ行きませんか。行こう行こう、ハンク。それではごゆっくり。私は車で待っています。でもなんかオレンジマークは出なかったから、まあそんなに悪くないイメージなんじゃないかな。おいコラ、バッテリーでも切れたか。さあ、なんだ。サイバーライフに報告していました。お前ずっとエレベーターにいるつもりか。いえ、行きます。行こう行こう。かな、どっからなんだこれ。容疑者を尋問する。で、男の情報は。あまり。近所の住人から妙な物音が部屋から聞こえていた。これさっき言った新しい事件のことかな。空き家のはずなんですが、ただ、さあ、羽、瓦葉と様々な種から形成。今、報告した男の目撃情報があります。あったく、人手が足りないってのにいちいち物音がしたってだけで操作してられるか。お前本当にエレベーターで報告を送ってたのか。目を閉じるだけで。そうです。へ、さあ入るか。ノックか。ノックします。すみません、開けろ。デトロイト死刑だ。下がってろ。はい。なんだ、なんだなんだなんだ。大丈夫か。気をつけるよ。何もなさそうだな、アクション的には。ほな、そんなに棒立ちで大丈夫か。うおー、クソ、なんなんだこれ。鳩か。うわ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 、すげえ。なんだこれ、ミリタリージャケット、古着 RT のイニシャル。うん、ジャケットに自分のイニシャル。幼稚園児じゃあるまいし、そんなことするか。する人はいるんじゃない。エアポッツに自分の名前入れる人もいるんだし。さあ、こっちから見ていきますか。冷蔵庫から。何も入ってないだろう。容疑者は食事をとっていない。ふんふん。で、次。
容疑者は野生の動物に興味を持っていた。ふんふんふん。まあ見ての通りだね。めちゃくちゃいるな。容疑者が変異体か確かめる。騒音の原因を調べる。まあ調べないといけないね、とりあえずね。まあここの部屋からじっくり調べていきます。OK。分析する。あるね。都市農園のポスター、都心部の農園、エイカー通り265番地デトロイト。農園ってあれ一回出てきたところ違うかな。コナーが一回いてたとこではないかな。どうだろう。農園って言えばそこしか俺的には、あれだけど、見てないけど、このゲームの中で。あった。なんだ？ポスターの角、100% リサイクルペーパー、最近剥がされた後。うん。なるほど。取り除く。あ、取り除けるんだ。なんだ？なんかあるぞ。見る。全然わかんないけど。なんかあったか。ええ、多分。の。元のようですが。ただ。判読できない。うん、だね。読めなかったね。さあ、次はこっちのドア。うん、すごいいるな。うん。何もなかったんだね。じゃあ、この部屋は最後かな。こっち側調べます。カード？運転免許証。名前、ルパート・トラビス。偽造。そうか、収穫はあったか。ん？ RT？ ルパート・トラビスってこと？今さらかよ。ハンク、今さら？こっちにも何もないよね、もう。あるのかな？あ、あるじゃん。お、雑誌か。デトロイトトゥデイ、レッドアイスの蔓延、デトロイトに麻薬の脅威。北極圏の権益をめぐり、NATO 安保会議で対立。国連が第三次世界大戦勃発を警告。うん、ちょっとハンク黙ろう。読んでる読んでる。うん、ちょっと待って。ハンク、ちょっと待とう。うん。はい、読むよ。うん。ちょっとハンク、お願い。オッケー。一生読めんないけど。読むよ。レッドアイスとして知られる合成覚醒剤はデトロイトの貧困層で広く使用されている。アナリストはデトロイトがアンドロイド発祥の地であることから、アンドロイドが人間の職を奪ったことへの不満がドラッグを蔓延させているのではないかと指摘している。社会学者のジュリアン・カーター博士もアンドロイドとのつながりについて言及している。サイバーライフ社のアンドロイドが国中に広まればレッドアイスも蔓延するでしょう。必死に生計を立てる貧困層の男女ほどドラッグ使用者や売人になりやすいと言えます。途中で言ってたけどな、ハンクな。ドラッグの急速な人気拡大も問題だが、さらに問題視されているのはその化学成分だ。レッドアイスの活性剤には、アンドロイド用ブルーブラッドの主要成分であるシリウムが含まれており、ホルモン生成を著しく不安定にする効果がある。全国麻薬撲滅協議会 NANP は状況は悪化するだろうと述べた。レッドアイスの成分純度は非常に低く、もっと低いものも出回っている。アメリカ最大の麻薬産業の成長は止められないだろう。レッドアイスの売人は仲間内でこう言っているそうだ。青い力、赤い氷と緑の金。未曽有のハリケーンが中西部全域を襲う。グリーンアース。地球の限界。地球の環境は本格的に修復不能な状態。花鉢が全滅。世界的飢餓の前触れ。環境保護活動家は地球温暖化が取り返しのつかないレベルに到達することを意味する臨界点について長いこと警告してきた。科学者によると状況はついに臨界点を超えてしまったようだ。地球上の熱帯雨林は2000年から 79% も減少しており、サンゴ礁は 58% も減少した。多数の州で沿岸沿いの町が水没するのを防がなければならないほどに、極氷が溶け海面が上昇している。こうした冷却要素が減少しているだけではなく、今や大気中の二酸化炭素はもはや地球が吸収できる量ではなくなってきている。この研究で長期間にわたって多くの人が
多くの人が予見していたことが証明されましたが、真の悲劇はエネルギーから鉱石に至る天然資源現象の封鎖で連鎖であり、これらの資源は今や枯渇寸前で代替不能だということです。地球環境局の責任者ジェイソン・リース氏は語る。多くの環境保護活動家はリース氏の発言が人々が行動を起こす妨げになっていると批判している。しかしながらリース氏は現状を受け入れるのは重要なことです。地球の気温は上昇し続けています。問題とすべきことはそのスピードですと反論している。なるほどですね。おお、びっくりした。こんな近くおったハンク。ハンクが、ハンクが金魚の糞じゃん。ハンクがコナーについてきてるよ、それ。まあいいか。これトイレか。うん、ただのトイレっぽいな。容疑者が変異体か調べる。向こう側か。めっちゃいるな、ほんと。さあ、見ます。なんか書かれてるね。これはどういう意味だ。RA9。お、聞いたことあるぞ。1471箇所も壁に書かれています。オーディスのアンドロイドが翌日に書いたものと同じだ。うん、なぜこんなに取り憑かれたように。そうだね、浴槽に書かれてたね。取り憑かれたように何度も書かれた文字。分析する。これは何だ？木製の椅子、最近倒された鳥類の糞の痕跡。こっちか。蓋の開いたマーカーペン、まだ湿っている。最近使用された色、ミッドナイトムード、黒。再現できるね。容疑者は最近までここにいた。前がまだ再現できてないね。なんか倒れたっぽいぞ。容疑者はリビングに逃げていった。ちょっと待ってよ。こっから、あれが最後か。だけにこっからか。こっから、書いてて、気づいて倒れて、逃げてったと。なるほど。さあ、洗面台。サンプルを取る。ブルーブラッド WB200 型。なんだ ?LED、生体部品9301。容疑者は変異体。やっぱりな、そりゃそうだろ。鳩と暮らせるなんて人間じゃない。これ以上何も出やしない。喘息になる前にここから早いとこ出よう。立ち去りますか。何かを見落としている。え？次はもっと急ぐんだな、シャーロック。ほら、ホームズじゃねえんだよな。おい、こらどけ。さあ。あなたたちは逃亡者。君と同じだ。うん。俺はジョシュ。サイモンだ。ノースよ。ジェリコについて。ここがジェリコ。奴隷生活から逃げ出した者の隠れ家さ。自由か聞いてみますか。生き延びるために隠れる、それが自由だっていうのか。人間は残忍だ。生き残るには隠れるしかない。安全な場所なんてどこにもないわ。ここにいることがバレれば殺される。まあせえな。じゃあ道しるべについて聞いてみますか。アンドロイドだけが道をたどれると分かっていたのか。仲間のみがジェリコを見つけられる。印を解読したなら仲間が君に鍵を渡したってことだ。うん。そうだね。お
そうだね。気持ちはわかるよ。でもここにいる方がずっと自由だ。じゃあマーカスなりの率直な意見。何かが起こるまで待つだけ。そんなのは自由じゃない。君も迷子なんだね。でも今はこれで我慢するしかないんだよ。まあでも率直な意見だからね。好きなだけここにいるといい。ルーシーに会ってきっと助けてくれる。さあ休む。ルーシーを探す。ジェリコを探索する。さあいろいろ見ていきますか。火を起こす。寒そうだなあ、ここ。ルーシーか、これもしかして。なんかルーシー感出てないこれ。あなたがルーシー。ルーシーだよね。頭がないじゃん。座って。座りますか。どんな人なんだ？見せて。めくる。これ見せちゃっていいの？簡単に。止めてあげましょう。熱っ。え、大丈夫か？いえ、すげえ。水？飲んで。アンドロイド用の？サイバーライフって書いてるね、瓶に。何者なんだ？めっちゃ飲むの早いし。マーカス相当喉乾いとったな、これは。ん？繋がってた今。もしかして。手を出して。何者だ？なんだ？全て持ち、全て失い、その後ひどい地獄を見てきた。心は闇に覆われ、でも影もあり、また光もある。どちらが勝つか、私たちの運命はあなたの手の中に。どういうことだ。さあ、ルーシーいたね。開けます。箱にはもう何も入っていない。分析できるぞ。サイバーライフ倉庫のある港、ミシガン州デトロイト西トーランス通り。ルート計算中。さあ、ジェリコは探索できた。サイモンに計画を、提案する。さあ、あれがサイモンだね。とりあえずこの人に話しかけますか。最後。ノース。ジェリコについて、ノースについて、いつからここに負傷者たちについて、いつからここに。4週間と3日と11時間。よく覚えてんな。ああ、記憶にあるのか。記憶にあるんだ、アンドロイドは。すげえな。ジェリコについて。今じゃ誰も知らない。誰であれ、この船のどこかに眠ってるんじゃない？
うん、負傷者たちについて聞いてみますか。かなりひどい状態だ。人間に逆らうとこうなるのよ。見下して受け入れようともしない。安らぎが欲しいならよそに行けば。なんかさ、そんな言い方してないからな。また振り向いたし、マーカス。どんだけ話したいん。よそに行けばって言われて、また話しかけても、ただの煽りやで。さあ、話しますか。サイモン。修理に部品が必要なんだ。港にあるサイバーライフの倉庫。あそこならすべて揃ってる。警備がいるだろう。自由に部品を持っていけるわけじゃないんだ。彼らに頼んだって。人間に頼む必要なんかない。武器はどうするんだ。ろくに戦い方だって知らないんだぞ。だったら戦わずに盗めばいい。無謀にも程があるだろ。かもな。でも何もしないよりはマシだろ。やりましょう。おお、ノース来たか。ここで試す価値はある。全員乗ってくるやん。え、日本人もしかして。みんなのタイプに合わせる感じ。うん、分かった。女子もやるんかいな。うん、やるんかい。全員日本人やん、ここ。決断の時ということで、2038年11月6日。さあ、こっちは AX400 型だね。アリスト。大丈夫？きっと助けてくれる。着いたのかな？うおー、なんかまた、大丈夫かこれ。え？見たことない正面玄関。ついたわ。え？俺正面玄関見たことあるぞ、これ。もしかして、もしかしての、もしかしてこれ。え、これ待って。もしかしてじゃないこれ。違う？これ。うわー。え、これ絶対そうだよね、入り口。え、絶対そうだわ。さあ、鳴らす。もう一回。さあ、出てきた。ズラトコさんですか？何の用だ？助けてもらえませんか？何の話かわからん。さあ帰ってくれ。悪いな。全然ちゃうかったし、お願いいたす。俺の思う人と。子供見て入れたな。入れ。いい人じゃん、ズラトコ。呼び捨てだけど。アンドロイドって分かったら。さあ入って、遠慮はいらん。おー、いきなり距離近くなるやん。いきなり距離近くなったわ。ついていきます。さあ、お嬢さん方のコートをお預かりして。いや、まずい。ああ、大丈夫だよ。怖がらないで。ルーサーは私が助けたアンドロイドの一人だ。家がこんなに大きくても一人だと寂しいからな。でも脱いだらバレるんじゃない？え、大丈夫なの？アンドロイドってバレても。さあ、あ、いいんだ。いい。あ、いいんだ。よかったなぁ。よかったよかった。私のことは誰から？通りすがりのアンドロイドが助けてくれるかもって。なるほど。言ってたね。変異体か。その子は？人間です。で、安全な場所に行きたいのか。うん、そうだね。人生をやり直せる場所だろう。ちょうど今ならカナダはいい季節だろうな。景色もいいし、空気も新鮮で土地も広い。
アンドロイド法もないしな。新規一点にはもってこいだ。ええ、その、そういう場所に行きたくって。だろうな。うん。手助けはできる。だがまずトラッカーを取り除かないと。トラッカー？ああ。アンドロイドには位置を特定するモジュールが取り付けられているんだよ。それさえ外してしまえば君たちも安全だ。ほら、来なさい。外して大丈夫なのかな？ああ、その子は今で待たせておくといい。いえ、この子も一緒に行きます。そうか。こっちだ。うん、まだちょっと信用できんな。ちょっと怖くない？え、ちょっとみんな怖くない？ちょっと。人の家勝手に見ていこう。え、ちょっとまだ怖くない？うわ、ちょっとまだ信用できないな。私ここ嫌い。あの人もきっと良くないことが起こるよ。だよな。だよな。警戒せん？これちょっと怖いよね。俺もちょっと怖いんだけど。だよね。いや、俺も信じてないんだよ。うん。やっとる人一番信じてない。大丈夫、大丈夫。散らかってて悪いな。いや、ちょっと怖くない？機械を隠しておかなきゃならない。え、ちょ、アリス、アリス。アリス？トラッカーを取り外すのは違法だからな。快適でもバレちゃ身も。待って、警戒しとけ。その子が怖がってなければいいんだが。いえ、この子は平気です。そうか。アリス？後ろのボディーガードだるそう。ん？さあほらこっちだ。待て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 待ってよ。行くしかねえのか。うわ、なんかやだなこれ。うわ、すっごい良くない気がする。待て待て、アリス、アリス。いやいや、なんかすっ、いや、マジなんでこんなの持ってんの？それじゃあそこに立ってくれるかな。絶対これ大丈夫か。先に言っておくが少々痛むぞ。大丈夫か。なんだ。アリス見ておこう。かわいいな。どういうわけかは知らんが、トラッカーは変異体になると機能しなくなるようでな。だから見つけづらいんだ。つまりトラッカーを取り除く必要なんてないんだよ。え、でもさっき。ああ人は疑うということを知らん。待て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 。変異体は実に無知なやつばかりだ。だよな。みんな俺に助けを求めて。だよな、お前みたいなやつ。こいつらを初期化して売り払う。じゃなきゃここで実験に使う。いや、やめて。リセットなんて、いや、やめて。ガキがいたんだったな。忘れてた。アリス。閉じ込めとけ。そいつは後だ。アリス。アリス、いや！待て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 。おお、母親ごっこをする変異体か。こりゃ感動ものだ。何かない？だが愚かだ。マジお前。こんなんするより胸毛処理しろ。まずいまずいまずい。そんなこと言ってる場合じゃない。待て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 。リセット 1%。どうするんだ？何ができるんだ？待って待って、何ができる？夢ってやつは厄介だ。んー、やばいな。いつも同じ。どうすればいいんだこれ。わかんねわかんね。正直記憶も感情もない方がマシってやつさ。いや、お前金で売りたいだけじゃん。苦しみもない。絶対許さねえ。方が裏切られることもない。何もできないし、羨ましいくらい見ることしかできない。いや、待て。
忘れちゃったみたいだな。カーラ、ねえどうしたの？ああ、ほら、こっちに来い。待って待って。噛みやがったな。待って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 。それじゃあ、まずいまずい。カーラ、起きてカーラ。うわ、まずいぞこれ。リビングに来るんだ。リビングに来るんだ。起きた。さあ逃げなきゃいけない。何かある？サーキットをショートさせる。待て待て待て。完全にリセットされたらおしまいだ。あった。青いケーブル。押せ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 。ナイス。引っ張れ。できたか。どこにあるんだ？シフト。頑張れ。ナイス。待ってよ。反対側もか。オッケー。早く早く早く。ショートさせないとまずい。D、ナイス。オッケー。S で引っ張る。音で気づかれるか？大丈夫か？ハリスがまずいぞ。自分もまずいけど。反動をつける。頑張れ。頑張れ。頑張れ。ナイス。記憶戻ったか？お、修復した。記憶戻った。アリス、アリス、アリスどこだ？ん？なんだ？違う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 。え、どんな視点なのこれ？え、ちょっと待って待って待って、視点がおかしい。ん？え、誰誰誰？猿みたいな人いたよ。見よう。怪しくない？待て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 、アンドロイドじゃん。開けてあげよう。破損させられたアンドロイドたちか。そんなまさか。いや、気味悪いな。うわ。でも奴こそ化け物だ。俺たちにこんなことして。だな。オッケー、行こう。どこにいるんだ？上か？誰だ？上にいるのかな？上っぽくない？上っぽいよね。待って。待て待て、なんか嫌なこと言ってたよね。そしたら楽器をどうするか決める。はい、ご主人様。10分後に子供を連れてきます。どこいる？まずい。アリスどこだ？てかバレちゃったらダメだよね。待てよ待てよ待て、なんだこの24みたいなこの世界観は。アリスどこだ？あ、いた。アリス、あ、まだ中が。どこだ？これも外に出るでしょ、これ。
多分まだ中に入れて出るよね、これ表記。開かないんか、正面玄関。2階だな、これ絶対。部屋にいる感じでしょ、これ。さあ。あるね、いっぱい。部屋見ていきますか。なんだこの開いてる部屋。ここは通れないか。開けよう。なんだこの部屋。気味悪。なんかあるぞ。RA9 出た。うん。こんなこと調べてる暇はないんだな。誰かいるか？うわ、いるじゃん。なんかしてるじゃん、今。なんかもう、なんかしてたよ、今。なんか持ってたよね、今。凶器みたいなの。凶器みたいなの持ってたよ。てかな。よくないもの持ってたわ。なんだ、これ。まずいまずい。バレるんじゃない？あ、これやった、もしかして。開けていいのこれ。開ける？アンドロイド犬？え、音でバレるでしょ？バレるでしょこれ音で。え、バレないの？音でバレないんだ。アリスほんといないじゃん。こっちのドアは？廊下へ。あー、あそこの廊下か。オッケー。じゃあ次左。ここ。ここで何してる？ご主人様が許可したのか？ご主人様には逆らうな。そう、逆らう。もうバグってんじゃん。さっき繋がるとこだよね、これな。これね。ここにいてはダメ。だよね。オッケー。じゃあ奥行きますか。奥が怪しいな。待て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 。あの子のこと。え？すまなかった。感情持ってんじゃん。味方してくれるかもな、アンドロイドが。まさかあの男の人も変異体か。オッケー。銃あるじゃん。弾が入ってない。あるか、ショットガンの弾。置いていくのか。どっちから入ったっけ。まずい、ほんと時間がないぞ。廊下だよね。え、廊下じゃない。調べれる。調べよう。うん。特になんもないな。テレビか。さあ、ここ廊下へ。オッケーオッケー。じゃあ最後はここの部屋だね。あ、いるいるいる、アリス。早く逃げよう、早く逃げよう。本当にごめんね。こんなとこ来るべきじゃなかった。行きましょう。逃げないと。音を立てないようについてきて。そんな簡単に逃げられないよ、これ絶対。
さあ頑張って逃げるか。正面は開いてなかったから裏口から逃げる感じか。ルーサー、待て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 、お呼びですか。こいつは終わりだ、ガキを連れてこい。はい、ただいま。まずいぞまずいぞ。え、これどうすればいいんだ。ここ入ろう。隠れるしかねえ。隠れよ。ご主人様、なんだ、子供が消えました。待って待って待って、開けてきたよね。どこいる？いるよね、近く。真横いんじゃん。隠れろ。頑張れ。あと少しだ。いけるかな。出たか。出たね。行くか。やべえ、50秒しかない。見つかる前に逃げないと。待って、アリス来てって。アリス、どこ行ってんの。アリス、なんでそんなとこ行ってんの。行くぞ。行くぞ、アリス。やべえ、40秒しかない。寝室へ。マジ。ルーサー、さっさと奴らを見つけろ。隠れないと。時間大丈夫か。いや、時間ない。見つけたぞ。うわ、まずい。やばい、武器持った。まずい、ミスった。いや、操作がむずい。待ってよ、準備する。ナイス D、 オッケー。まずいぞこれ。ナイス、よくやった。ナイス、よくやった。行くぞ、行くぞカーラ。ナイス。アンドロイド厄介すぎだろ。しかもなんでこんな硬いの。ナイス。まずい、あーぶねー。ナイス、かわし。おめえのアンドロイドは使えねえな。おお、来た。ここで来たか。ここで暴れだした。解放しとった。解放しとった甲斐があったぜ。待て。うわー、ちょっと待って。油断しとった。オッケー。裏口、裏口。開いてなかった正面玄関。俺はちゃんと確認した。オッケー、逃げるぞ。まだアクションあんのか。アリス、あー、出た出た、ホラー映画定番のやつ。待て待て、こんなことしてる間に逃げれるって。まずい。言っただろう、夢ってやつは厄介だってな。よくも逆らいやがって。え？何してんだ？早くそこどけ。いいえ。どきません。え？さっさとそこをどかなきゃお前にぶっ放してやるぞ。え？おい、何しやがんだ？どういうつもりだ？
大量のアンドロイド来てるよ。ここ大丈夫か？こっちに来るな。おいやめろ。従え、俺はお前のご主人様だぞ。やったれやったれ。おお。やっぱアンドロイドなんだな。人間の心持ってるな、アンドロイドも。本当にすまなかった。俺はあいつの言いなりだった。その子がお前のために危険を犯すのを見て、まるで初めて目を開けた気分になった。やっと目が覚めたんだ。もう連れて行こう、もうこの子も。こんなことをした後じゃ信用できないだろうが、国境越えを助けてくれる人を知ってるんだ。俺も一緒に行こう。俺がお前と、うん、一緒に行動しよう。その子を守ってやる。わかった。うん、一緒に行こう。よかった、本当に。いやー、感動。感動するわ。いやー、素晴らしい。はい、ということで、デトロイトビカムヒューマンパート5は以上になります。いやー、危なかったね、タイムリミット。まあ、過ぎちゃったけど、まあ、どうにか逃げれたね。まあ、ルーサーが守ってくれたね。やっぱ、人間の心持ってるな。うん。変異体だったね、ルーサーもね。うん。ということで、この動画が面白ければ、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、ぼっくんでした。おっつ、バイバーイ。